はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ジャスティン・ビーバーです。さあ本日なんですが、時の魔導士というね、あまりにも最強すぎるモンスターが実装されました。もうまさに龍実況チャンネルのために実装されたようなモンスターであるということだけ言っとくわ。こいつがね、やーべえんだよな、効果。時の魔術師プラス効果モンスターという、融合召喚条件ですね。で、何をするかっていうとですね、一旦に一度このカードが融合召喚されている場合、コイントスを一回行いまして、裏表を当てますと、で当たった場合はフィールドのモンスターを全部破壊して、表側で破壊されたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値の4分の1のダメージを相手に与える。で外れた場合は結局モンスターは全部パスするんだけど、当たっても外れても結局ブラックホールするんだけど、フィールド上のモンスター全て破壊して自分は表側で破壊されたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値の4分の1のダメージを受けると。だから必ず全部パはできます。はい、ブラックホールは打てます、必ず。でコインを当てればなんかダメージが相手に与えるし、外れたら自分が受けるみたいな、そんな感じのね、効果になっているんですよ。彼ですね、簡単にワンキルが取れるコンボがありまして、まあ、それがこのハンドレッドドラゴンというモンスターですね。これドラゴン族の効果モンスターで、これベビードラゴンっていう関連カードないんだけど、ベビードラゴンが成長して100年後にこれになるんですよ。はい、そういうモンスターです。これなんかプレゼントだったっけ、 V ジャムの付録がなんか忘れたけど、なんかついてくるモンスターだね。でこれ効果は墓地に送られるとエクストラデッキから特殊召喚された自分のモンスター1体対象にとって、そいつが1回だけ効果では破壊されなくできるんですよ。だから何が言いたいかっていうと、時の魔術師とそのハンドレッドドラゴンで時の魔術師を融合するんですよ。で時を超えてタイムルーレットぶちかますとこいつだけ死なないんですよ。そのハンドレッドドラゴンの効果でこいつに破壊耐性が付与されてるんで1回だけ死なないんですよ。だからこいつで全部破効果で自分だけ生き残ることができるんですね。でこいつ2900っていう非常にコンセントレート向きの打点をしてますんで、全部破した後にコンセントレートをしたら勝ちっていう、そういうカスみたいな出来です。はい、カスみたいな出来作ってきました。で、まあ、サーチできるようにいろんなモンスターをね、時の魔術師とか融合とか、ハンドレッドドラゴンをサーチできるように、黒き森のウィッチとサイレントマジシャンコンボを入れまして、これでサーチしていきましょう。はい、で魔法を止めながら、相手をいなしながらね、このコンボを揃えてぶっかましていくと、まあ、こういうデッキですよ。これはちょっとね、またちょっと別のデッキもあるんで、無限ループができるんですよ、このモンスター。なんでその無限ループコンボはまたちょっと別の機会にやろうと思ってるんですが、とりあえず今日はね、この時の魔導士っていう城之内くんから仮パクしたモンスターを使って、相手のモンスターを全て吹き飛ばし自分だけ気持ちよくなっていこうと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方はもう一人の僕、デュエルスタンバイ。結構いいでしょう、ムーンライトいいだろう。僕のターン。あ、強い。あれ強いな。あれこの子ワンチャン勝てると、これ融合を手札に加えるぜ。城之内くん力を貸してくれ。城之内くん育成手札よりマジックカード融合を発動。手札に存在するハンドレッドドラゴンと時の魔術師を魂を埋葬し融合召喚。時の魔導士、そしてハンドレッドドラゴンの効果、時の魔導士はこのターン効果では一回破壊されないぜ。城之内くん力を貸してくれ。タイムルーレット、うおータイムマジック、何あ、いい、それはいい。あとはテンパランスがなければ俺の勝ちだぜ。城之内くん見てるか、城之内くん育成ハンドレッドドラゴンを召喚、スキルを発動、絆の力、うおー通ってくれ、頼む。城之内くん、これなんで、これ効果攻撃力、あー攻撃力いけるやつ、はいはい、バトルフェイス、いけー、タイムマジックだー、うわー、ありがとう城之内くん。城之内くん、君のカードはやっぱり最強だったよ。城之内くん
決して忘れない、決して忘れない君を。さあお相手の方、僕が相手、社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ行くぜ海馬くん。モンスターをターン。行くね。なんか海馬くんちょっと弱いじゃないか。パンダはどうした。融合できねえな融合できねえな。融合できないから、え、俺もこれウィッチセットしかできないんだけど。やば、ごめん会話。会話なんか調子乗って、調子乗ってなんかお前弱いとか言ってごめん。俺も弱かったわ、めちゃくちゃ。はい、進化した最強ドラゴンいいだろう。ああいいだろう。 OK、さあ融合召喚してツインバーサーで出てくる。このターンで死ぬのかよ。見て融合はいい。え、これもしかして3体融合、3体融合だったら死んでた3体融合だったら死んでた。危ない。で黒木モルノビッチの効果を発動。時の魔術師を手札に加えるぜ。力を貸してくれ城之内くん。行くぜ城之内くん。OK、 ドロー。俺は手札より不待ちのマシン王の効果を発動。僕は融合を手札に加え、さらに手札よりマジックカード。先にこれいきますそれはやりすぎ、それはやりすぎ。先に解きはするみたいな、やりすぎか。融合発動。時の魔術師とハンドレッドドラゴンで融合召喚。力を貸して城之内くん。そして時の魔導士、あ、ハンドレッドドラゴンの効果を発動。墓地を送られた場合、エクストラ的か特殊化されたモンスターを効果では破壊されなくするぜ。そして時の魔導士の効果発動。タイムルーレット。コインは表じゃー大丈夫、裏でも勝てる、裏でも勝てるようにデッキは作ってきた。絆の力を発動し、バトルフェイスだ。いけー、ダメージステップコンセントレイト。うわやばい、ゴミデッキ好きでこのデッキ。このデュエル、デュエル。さあ行くぜもう一人の僕、俺のターン。行くぜもう一人の僕、あ、相棒。ハンドマンそういうこと強いですね。魔法発動。あ、ムーンライトフュージョン、やべ。いやこれ先行しかったな。ムーンライトデッキ相手だとね、融合止めたら結構ね、なんとかなるみたいな感じがしますからね。まあ、ちょっと 4X シーズがちょっときついですけど。モンスター効果発動。はい、ムーンライトイエローマーテンの効果ね。はい、てかムーンライトもね、ペンデラムモンスターいるんですけど、ムーンライトってペンデラムデッキなんですよ実は。皆さん知ってます？これはサイマジセット。モンスターを伏せるよ。でサイマジ特集、サイレントマジ、サイマジ特集。モンスター効果発動。これはトキマ持ってきます武器の魔術師持ってきますかでコンセントレート打つと3000、あ、じゃあ2500、2500プラス1000か、2500プラス1000、3500、絆の力して3500、相打ちして3500、届かないですね。ミステリードロー、ミステリードローさせちゃうし、今やる必要ねえな。相手の魔法カードを止められるしな、相手だ。まあ、殴られて、サイマジ8出てきてからでいいな、別に。これはターン終了でいい。これはターン終了でいい。ターンエンド。ムーンライトってペンデラムデッキなんですよ。ペンデラムモンスターがめっちゃ強くて、ムーンライトってすげえ強いんですよ。ぶっ壊れレベルで強いんですよ本当に。だからね、あ、ちなみにOCG の方のね、ムーンライトデッキっていうのは融合しないんですけど、もうほとんど融合しないっていう、ほとんどエクシス召喚しかしないっていう、まあ、そういうデッキなんですけど、めちゃくちゃ強いんですよ。ぶっ壊れて召喚ムービー見よう、久しぶりに見て。ちょ、最後の横乳見て、最後のサイレントマジシャンの横乳を見て見て。エロい、エロい、非常にエロい。ターンエンドだ、行くね。これやばいこと思いついたんだけど、これ時までさあ表出したら勝ちなんじゃねこれさ、これ時の魔術師で、これ時まで攻撃勝ちだろこれ。行くぜ城之内くん、
ジョーロー地球、ジョーロー地球、ジョーロー地球、ジョーロー、ジョーロー地球。